用の消防制度が明治13年に発足してから今年でちょうど100年目。これを記念して6月1日東京銀座で記念パレードが華やかに行われました。大正時代に輸入されたクラシック消防車も堂々の行進、集まった見物人の人気を呼んでいました。消防100年展には江戸から明治、大正、昭和の貴重な消防の資料が数多く展示されました。展示品の一つ一つが波乱に満ちた1世紀にわたる消防の歴史を物語っています。命をもかけた町火消しの精神、近代消防に生まれ変わった今でもその精神は受け継がれています。